さあ後半は大阪府警のキックオフにより試合開始という形になります。トヨタブルファイターズ番号変更があります。30番が71番に変更です。ここでトヨタブルファイターズ30番の選手が71番に変更となりました。さあ試合再開となります。大阪府警キックオフキッカーは6番の選手が入りました。6番は平石、流通科学大学出身のプレイヤーです。さあトヨタリターンに入ります。このリターンは中央付近通りまして、トヨタ陣32ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からトヨタブルファイターズの攻撃となります。さあトヨタはまず攻撃最初のシリーズに入ります。ボールオンは自陣33ヤードからトヨタファーストアンテン。さあしかしこれは大阪府警のディフェンスにが殺到します。まず中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここで大阪府警の76番そして47番が見事にそのランプレーを封じ込め、ゲインなしといたしました。67番は港、手塚山大学出身のプレイヤー、そして47番は紫、名城大学出身のプレイヤーです。トヨタ陣地変わらず自陣33ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。ここでクォーターバック20番ワイドレシーバー80番への失礼しました、ワイドレシーバー80番へのパスでしたが、これはディフェンス陣カバーしておりパス不成功に終わっています。ダウン1つしないサードダウンに変わります。トヨタ自陣33ヤードからサードアウンテン。ナイスファースト。これはトヨタリバースプレー、一旦逆サイドにランプレーを展開するとお見せ、反対サイドのレシーバーが左オープンに展開し逆サイドへのリバースプレーを決めました。託されました80番見事に左オープン展開し攻撃権更新しております。トヨタブルファイターズファースト。素晴らしいランキュー決めましたな。トヨタブルファイターズ80番の原田、名古屋工業大学出身。さあ今度はランニング枠2番に託し右オープン展開を図りました。しかしこれは大阪府警のディフェンス陣の集まり力ノーゲインとしています。トヨタ相手陣46ヤードからセカンドダウンテン。ナイスディフェンス。ここで選択したのはオプションプレーでした。しかしピッチを受けました2番に対して大阪府警6番が猛追、見事6ヤードロスと変えています。素晴らしい判断でロスタックル決めましたのは大阪府警の6番平石、流通科学大学出身のプレイヤーです。
大阪府警市政トヨタ自陣48ヤードに押し返されサードダウン16の状況に入ります。パス不成功。クォーターバック20番ここで左にスプリントアウト、そしてスピードに乗ってそこでランニングワイドレシーバー9番へのパスを投じましたがパスのコントロール乱れパス不成功に終わっています。トヨタフォースダウンの状況に変わります。トヨタフォースダウン16パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣48ヤード。このバントはコントロールされ大阪府警陣15ヤード付近で止まりました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりまして今度は大阪府警シールズの攻撃となります。ボールオンは自陣15ヤードからトヨタ市政大阪府警ファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを選択しましたがこれはトヨタナイスディフェンス。キャリア26番にトヨタディフェンス陣4番を筆頭に群がりこのランプレー約4ヤードロスに変えています。素晴らしい反応を見せましたトヨタブルーファイターズの4番は井上。下げられまして大阪府警自陣11ヤードからセカンドダウン14。パス不成功。今度は外へのヒッチパス。外へ展開していたランニングバック29番にキャッチアンドラン図らせましたがこのパスがショート、パス不成功となりダウン1つ失ってサードダウンに変わります。大阪府警サードダウン14。ファーストクォーターバック11番ここでショットバックフォーメーションからミドルゾーンへパス、これをワイドレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大阪府警ファースト素晴らしいパスを投じたクォーターバック11番は田島、桃山学院大学出身、ワイドレシーバー1番は宇都宮中京大学出身です。さあ大阪府警攻撃権を1回目に戻しました。ボールオン自陣30ヤードからのファーストアンテン。さあそして中央へのランプレー、キャリア26番、ボールを託され中央トップ測りまして約1ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、レフェリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。負傷者が発生したためここで一旦レフェリータイムアウトが入ります。
さあ試合再開となります。大阪府警セカンドダウン9、ボールオンは自陣31ヤード。ここで中央突破を図りました大阪府警。しかしこれはトヨタ72番が見事にチャージしまして約2ヤードロスと変えています。ここで負傷者発生しましてレフリータイムアウトが入ります。素晴らしい反応を見せましたトヨタブルファイターズ。72番は樋口、立命館大学出身のプレイヤーです。さあ試合再開となります。大阪府警自陣29ヤードからサードダウン11で試合再開となります。パス成功、ファースト。ここで大阪府警再びロングパス、競り合いながらワイドレシーバー16番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新としました。大阪府警ファースト、素晴らしいキャッチしました。大阪府警の16番は内田、九州産業大学出身。これにより大阪府警一気に相手陣36ヤードに入りました。この位置から大阪府警ファースト。さあここでランニング枠26番に託しました。ハンドオフを受け左オープン展開してそこからカットイン、約3ヤードのゲインとしています。キャリア26番は年岡、立命館大学出身。大阪府警相手陣32ヤードからセカンドダウン7、失礼セカンドダウン6に訂正します。パス成功、クォーターバック11番、今度はパスプレーです。ワイドレシーバー41番、これをキャッチしまして約2ヤードのゲインとしています。取りましたワイドレシーバー41番は山口、摂南大学出身。大阪府警サーダン4、ボールオン相手陣30ヤード。パスを通しました。クォーターバック1番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番なだれ込むように前に前進、見事セカンドフットで攻撃権更新としました。大阪府警ファースト、素晴らしい粘りで攻撃権更新としました。ワイドレシーバー1番は宇都宮、中京大学出身。大阪府警相手陣25ヤードからファーストダウン10。
ス不成功。ここで一旦外へ振ろうとしましたが、このパスが不成功となり攻撃権を一つ失います。大阪府警セカンドダウンの攻撃に入ります。大阪府警相手陣25ヤードからセカンドダウン10。不成功。ここでクォーターバック11番プレッシャーを浴びながらワイドレシーバー1番へのパス、1番競り合いましたがこれはキャッチできずパス不成功となりました。サードダウンに変わります。ヒレボー様メッセージありがとうございます。宇都宮選手非常に活躍をしております。ここでタッチダウンとなりました。確かに試合は非常に面白くなります。この攻撃シリーズどのような結末になるか注目しましょう。さあ大阪府警相手陣25ヤードからサードダウン10。インターセプト。さらに返します。ターンオーバー。ここで大阪府警パスにより攻撃権更新を図りました。しかしこれを取ったのは相手方トヨタの22番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはトヨタブルーファイターズの22番の中島、神戸大学出身。さあ中島のインターセプトにより攻撃権を取り返しましたトヨタブルーファイターズ。相手陣30ヤードからファーストダウン10。さあまずはランプレーで攻めます。何バックにトスを投げ左オープンへのランプレー、キャリア35番。これを託され約4ヤードのゲインとしています。キャリア35番は川名、上智大学出身。トヨタ相手陣26ヤードからセカンドダウン6。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には残り6ヤード。エンドゾーンまで26ヤード。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック20番ハンドオフェイからネイキッドでパス。ワイドレシーバー9番これを取りまして攻撃権更新ファーストダウン。見事なパスを投じました。クォーターバックは20番の金子、名古屋学院大学出身。取りました。ワイドレシーバー9番、お題。見事なコンビネーションによりトヨタ攻撃権更新としました。トヨタファーストダウン2ゴールに入ります。ボールオン相手陣9ヤード。パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙いました。しかしこれは大阪府警のディフェンスが見事なパスカバーを見せパス不成功としています。攻撃権一つトヨタを失いまして、トヨタセカンドダウンの状況に入ります。トヨタ相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあ中央へのランプレー、これを大阪府警押し返します。キャリア35番の突破にかけましたがゲインわずか1ヤードにとどまりました。ここでホイッスル。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりましてトヨタブルーファイターズ7点、大阪府警シリーズ0点。
トヨタワンタッチダウン2度で最終クォーター第4クォーターに移ります。